こんにちは、まさに6494です。今回は106回薬剤師国家試験攻略メソッドの106回薬剤師国家試験の直前期になった皆様へ大切なお話がありますの、まるにですね、残り40日からの勉強時間スケジュールについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、まず最初に BGM 感覚でお聞きになってください。えーまあ、理由としては、まあ、もう現在猛勉強してると思うんですけど、もう あの目だけ、耳だけですね、こっち傾けてください。目は本当に参考書に向かっていいです。まあ、気分転換に聞いてみてください。えということで、残り40日ですね。まあ、この動画見てる人はもっと少ない日数なのかもしれないけれど、まあ、残り40日からのようにしてみました。まあ、実際の今の日にちに換算してます。 はい、とりあえず、えー、勉強時間とスケジュールについてですね、ついてですね今回お話しします。えーまあ、今、勉強、まあ毎日されていると思うんですけど、まあ、勉強時間ですね、えー、今、どれぐらいされていますでしょうか。まあ、多分、朝起きて、まあ、勉強して、まあ、飯とかいろいろ食ってとか、まあ、学校に行かれている方も、学校は終わって勉強に集中できている方も、まあ 両極端ででいると思うんですけど、まあ、浪人の人はもう予備校に行ったりとかしていると思うんですけど実習,実習室に行ったりとか図書館に行ったりとかさまざ、あ、まだと思うんですけど今やっている勉強はどのようにしているかということですね、まあ、今までもし何回か受けてきて、まあ、自分の弱点が分かって自分が分からないところを重点に勉強している人もいれば 今までのスケジュール通りに勉強している人も多々いると思います。で今一番勉強で、まあ、今回は時間ですね。どれぐらい勉強すればいいのかっていった答えとしては、まあ、基本的に今まで通りの勉強時間で大丈夫です。あの無理やりですね、直前期だからって勉強時間を何かを削って勉強するとか、そういったことはしなくて大丈夫です。まあ、理由としては、あの一番 しななくちゃいけないけことは、ま、これからの統一もし3に向けてとかじゃなく本番に向けてですねあの、ま、自分の勉強の,あの成果が出せる100%成果が出せるそういったあの体調管理ですねそういったことが大事になってくるのとあと体内の時計ですねあの9時かな くじ返し必須が、なのでそこに自分の集中力がピークにある程度持っていけるようなあの勉強時間にしなきゃいけない、まあ、今までそういったのを積み重ねてきていると思うので、まあ、そこでわざわざ直前期に、まあ、すごく不安だからって勉強をすごく入れちゃうっていうことはしないようにしてください、まあ、理由としてはまあ そこにピークに持ってかない持ってけないで、まあ、どんどんとあの体調の面の100%じゃなく、うん、そこにピークに持ってけないと一番それがあのマイナスになってしまうどんどん勉強していろいろ知識を入れたとしてもそこでマイナスになってプラマイゼロになるしもっと言うと疲れがたまってしまうので 総合的に見て点数が低くなってしまうっていったことが起きてしまうので勉強時間は変わらないで、まあ、いつものリズムでやってみてください、まあ、そのリズムで本番だけれど練習もしの時のような集中力で出していければいいと思います本番だからって、まあ、気負ってしまうっていうのはあま仕方ないことなんですけど、まあ、ある程度 の集中力が必要なんですけど、まあ、練習のようなイメージで受けてくれると、まあ、頭が柔軟に動いてくれると思うのでそういった心構えをしてみてください。あとスケジュールですね。スケジュールについては、まあ、あの今までお話ししていた通りなんですけど、まあ、基本的には今まで自分自身で決めたスケジュールプラスもしとかで弱点が入って 見つかったとしたらその弱点の科目を入れていくちょっと長い時間であの最終的に直前期になってくると一番一番配点が高い、えー、科目ですね4科目衛生薬剤治療薬理科その科目の時間の割合を増やしてただあの全ての科目ですね、えー、滞りなく やるようにはしてくださいただ時間の割合的には本当に、えー、基礎科目はそんなに多く取らない点数配分高い先ほど言った4科目は多く取るとかそういったあのメリハリですねをつけて勉強してみてください、まあ、そこが一番重要になってくるかなと物理とか基礎科目全然やってなかったから今日一日基礎科目やろうとかじゃなく、まあ、それは まあある程度毎日のように目,、えー、目を通しておくといった形でとりあえず理論はみんな取れないんでそんな必須は落とさないようにむしろ必須満点を取るイメージの勉強の仕方が一番いいかなと思います、うんまあ、そんな感じでしょうかまあ,あの結論から言うと、まあ、基本的に今まで通りのスタイルで行ってみてください 試験が近づいたからといっていろいろ変えちゃったりすると、まあ、リズム狂ったりとか体調を落としたりとか、まあ、いろいろ不具合が出てくるので、まあ、いつもの通りに勉強するっていうのが、まあ、一逆に一番難しいことなのかなと思いますそれを守って残り本番まで頑張ってみてくださいはいということで今回は106回薬剤師国家試験攻略メソッドの106回薬剤師国家試験直前期になった皆様へ 大切なお話があります。丸に残り40日からの勉強時間スケジュールについてお話ししてきました。それでは。